唐沢山城は日本の城。所在地は栃木県佐野市富士町、栃本町。別名は栃本城、根小屋城、牛が城。関東一の山城と称される。城跡は国の史跡に指定されている。2017年には俗日本百名城に選定された。関東七名城の一つ。佐野市街地の北方約5キロメートルの 東沢山山頂本丸として一帯に来る輪が、廃された連閣式山城である。戦国時代において、佐野市第15代当主、佐野正綱による唐沢山城の戦いで有名で、上杉謙信の重度にわたる向上を受けたが、たびたび撃退して、謙信を悩ませた。関東地方の古城には珍しく高い石垣が、築かれているのが特徴である。 俗日本百名城に選ばれた。現在は、栃木県立自然公園の一部となっており、本丸に、追記種と伝えられる、藤原秀里を祀る東岳山神社が鎮座する。杉角跡,跡には、栃木県、唐沢青年の家が建てられたが、平成19年3月31日閉所した。遺構として石垣、大手増ス型、土類、堀切、土橋、 金世に復元された井戸などが残っている。以下のように伝承されている。追記は、平安時代の延長5年に、藤原秀里が、15位した、下津国王領氏を助任、関東に下校し東岳山に城を築いたのが、始まりとされる。天行3年、平野正門による天行の乱が起こったが、秀里らの活躍で乱を鎮圧した。この功績により秀里は、十四位、武蔵。 下付両国鎮守府将軍を配慮した。また、一説にはこの乱を鎮圧した、天行三年から築城が開始され、天行五年に完成したと伝えられる。その後、五代に渡りここに居城をした後、六代成行は足利層に移り一時廃城となった。平安時代末期の自称四年九代、都綱の弟なりとしは、再びここに城を再興し、佐野氏を名乗った。 鎌倉時代に入った憲法元年成りとは34年の歳月をかけて城を完成させた。以上のような伝承がある一方で、最近の研究では唐沢山城の起源は15世紀後半までしか遡らないことが明らかにされている。秀で築城が伝承された背景には、東岳三条主の佐野市の先祖が藤原秀でであるからであると言われる。 室町時代中期の遠徳3年には、佐野森綱が城の修築を行った。戦国時代の佐野氏は、相模の北条氏、越後の上杉氏の二大勢力に挟まれどちらに着くか苦悩した。当初、越後の上杉謙信と結んだ佐野正綱は、永六二年、北条宇治政に3万5000の大軍を持って城を包囲された。謙信は即座に援軍を差し向け、 北条軍を撤退させた。唐沢山城は検心においては、関東における勢力圏の東端であり、佐竹氏をはじめとする北関東の親上杉派諸将の勢力圏との境界線でもあったため、特に重要視されたと考えられている。摩擦綱の子、曹綱は弟で上杉氏の養子に入った虎松丸と不和になり、 一族間で、東岳山天章の乱と呼ばれる争いが起こった。これにより佐野氏は、上杉氏と決別するに至った。天章4年虎松丸に火星した、上杉謙信は1万5千の兵を持ってこの城を攻めたが、一族の勇気氏小山氏港川氏などの火星により、上杉軍を撤退させた。それまでも9度にわたり、上杉軍の工場を受け、上州、 マ綱は何度も降伏したものの、謙信を大いに手間取らせた。この堅固さは、評判となり、関東一の山城と称賛された。上杉氏と決別し、孤立化した佐野氏は、天正十五年に、北条氏康の伊子を、市中を養子に迎え北条氏と和議を結んだ。天正十八年、豊臣秀吉による小田原征伐では、当主の佐野坊綱は、 豊臣方に月城内の北条税を一掃した。文禄二年豊臣氏家臣と第一泊の次男、信種を養子に迎え、秀吉の返帰を賜り佐野新吉と名乗った。慶長五年の関ヶ原の戦いでは新吉は、徳川家康方に月き三万五千石の給料を安堵され、佐野藩が成立した。慶長七年六に佐野城が築かれ、平安時代より続いた。 唐沢山城はその歴史に幕を閉じた。廃城に立った説として、江戸に火災があった時、山城にある、東沢山城よりこれを発見し早うまで、江戸にかけ参じたが、江戸を見下ろせるところに城を構えるは何たることかと、家康の不況を買ったという話がある。また、江戸から二十里以内の山城は、禁令されていたとの説もある。明治十六年有志により、本丸後に、 東岳山神社が建立された。昭和30年栃木県立自然公園開設。昭和38年栃木県、唐沢青年自然の家会所。平成26年3月18日、定石が国の史跡に指定された。平成29年4月6日、俗日本百名城に選定された。ありがとうございます。